桂米には日本の落語家、京都府京都市出身、京都府立城南高等学校卒業。本名は沢田正美。所属事務所は米朝事務所であり、三代目桂米朝の弟子である。縄文は結びかしは情報落語協会会員。2004年より桂米朝落語研究会世話役。子供の頃から演芸が好きで、 京都が地元であったことから、京都の勉強会、落語会、京都花月劇場などをよく見入っていた。子供の頃は主に吉本の漫才が目的であったが、漫才の間の色物として入れられていた。桂米朝の落語には、この人は好きやという感想を持ったという。高校の2年の時から落語研究会に所属、素人名人会にも出演したこともある。 高校卒業と同時に、米朝のもとに、弟子入りを懇願したが、桂吉ラ・など3人がすでに米朝のもとでない弟子の稽古中だったので、断られた。その後も関西中心に行われる落語会などに足しげく通い、弟子として入門が許された。そのため、吉チ朝は、数ヶ月早く年季明けすることになった。演目は古典落語を中心とする。 情報落語会では正当派の落語家。指定関係の厳しい世界において入門当時から師匠や兄弟子に理屈や意見を言ったので一門の中では理屈というあだ名もつけられた。その一方で弟子の勝つ双葉が入門場もない頃上手と下手を理解できていなかった双葉に対して通常の対面ではなく、 横について稽古をつけたり、第116回情報落語を聞く会夜の部、銀瓶しごきの会に向けて、七夜倉の稽古をつけた、小福亭銀瓶に対し、自身の出番終了後も、舞台袖で銀瓶を見守り、打ち上げの席まで付き合ったりするなど、面倒見の良い一面を持つ。落語ユニット、トニージャックのメンバーで、名前の由来は同期入門の四代目桂塩ライコール全名。 とまる、米に、かつら弱々に由来する。現在も京都市に家族と居住しており、系の話化をキャッチフレーズとしている。食物アレルギーの一種である、蕎麦アレルギーであることを公表している。ちなみに、師匠米朝長は、蕎麦が大好きで食事に誘われるとよく蕎麦屋に行くことがあるので困ったという。音楽にも高い見識を持ち、特にエリック・クラプトンのファンである。余計として、 鈴見、ギラユーなどがある。ありがとうございます。